心理探求、愛の実践。奉仕精神を教えながら半世紀の歴史を引き継いできた釜山カトリック大学。今ここから知性と人格を兼ね備えたグローバルリーダーが誕生します。地域を超え韓国を代表する競争力のある大学。小さいけど強い大学。ここは釜山カトリック大学です。1950年4月、アメリカに本部を置くメリノール女子修道会は、日程の圧迫と戦争により疲弊した釜山市民たちのためにメリノール治療所をオープンし、献身的な医療活動を始めました。廃墟と化した韓国、特に釜山の発展のために教育の必要性を感じたメリノール女子修道会は、当時のメリノール病院の看護課長であったパトリシア・アン甘露井修女の献身的な努力でメリノール女子修道病院付属の看護学校を開校し、現在の釜山カトリック大学の前身となりました。釜山初の民間の看護教育機関であるメリノール女子修道病院付属の看護学校としてスタートした釜山カトリック大学。急変する時代の流れに合わせて教育環境を改善し、システムを体系化し、内的な充実さを図ってきました。変化と革新による輝かしい成長は、最高の競争力を備えた4年生総合大学である今の釜山カトリック大学を誕生させました。2014年開校50周年を記念し、新しい50年に向かって力強く前進している釜山カトリック大学。現在5つの単科大学と19個の学部で理論と実務を兼ね備えた専門家を育成しています。愛と奉仕、そしてカトリックの精神を具現する看護大学は、釜山地域初の看護教育機関として設立された看護学科と、老人奉仕の専門家を育成する老人福祉保健学科からなっています。요즘은과거와는달리간호학과가설치된대학이많아서전국여러대학에서많은간호사들이배출되고있습니다하지만어느대학에서어떤교육을받는지는매우중요하다고생각합니다부산가톨릭대학교간호학과에서는지금제가근무하고있는서울아산병원과같은최고의병원에서능력있는간호사로활동할수있도록훌륭한교육을제공하고있다고생각합니다여러분도여러분의꿈을부산가톨릭대학교에서키우시기바랍니다釜山京南地域で最高の歴史を誇る保健学科大学は、臨床病理学科、物理治療学科、放射線学科、歯科技工学科、病院経営学科、語学聴覚治療学科が設置されており、先端の医療環境で患者の健康と安否の責任を持つ保健専門家を育成しています。応用学科大学では、現代社会が成り立つために必要な環境及び IT 関連の5つの学科が運営されており、社会学科大学では国際化情報化能力を備えた人材を育成する経営系列と、社会福祉専門家を育成する福祉系列の合計5つの学科から成り立っています。우리나라가사회복지국가로진입하기위해서는사회복지전담공무원의확대채용이필수적이라고생각합니다그런면에서사회복지공무원에대한채용규모는계속늘어날것이고사회복지상담학과같은복지계열의졸업생의진로또한확대되며넓어질것이라고생각합니다사회복지특성화대학인저희부산가톨릭대학교졸업생들은언제어디서나인정을받으며활동하고있습니다そして進学大学の進学科では、カトリック精神をもとに人類社会の発展と平和に寄与する釜山京南地域のカトリック聖職者を養成しています。自他公認の釜山京南最高の医療保険特製科大学、釜山カトリック大学。その名声にふさわしく、釜山地域で唯一の特製科センターを設置運営しています。
ラファエル老人デイケアセンターは満65歳以上の老人長期医療等級の判定を受けた人たちはもちろん、他人の保護が必要な一般の方を対象に、昼間の保護とともに多様な健康管理と福祉プログラムを運営して地域社会の福祉に貢献しています。言語聴覚臨床センターはコミュニケーション障害の児童のみならず、学齢期の言語障害の児童、成人、そしてお年寄りのための治療センターとして、心理的な共感形成を育てるとともに、無理なく実生活に移られるのが最大の特徴です。また釜山広域市から委託を受けて設立した訪問ホスピス談話ケアセンターを運営しながら、在宅末期がん患者たちに必要な看護サービスを提供しており、医療保険分野以外にもモバイルアプリセンターを設立運営し、コンピューター工学科とソフトウェア学科の学生たちのソフトウェア開発能力を向上させ、今後韓国の IT 分野を導いていく専門家として育成しています。釜山カトリック大学は学生の国際化能力を向上させるためのさまざまなプログラムを運営しています。ベトナム、カナダ、フィリピン、オーストラリア、日本などの世界各国で行われる海外奉仕活動と文化体験、そして語学研修、インターンシッププログラム、臨床実習まで、グローバル人材を養成するための釜山カトリック大学ならではの特別なグローバル人材育成プログラムを通じて、外国語能力のアップのみならず、国際的な感覚を備えた専門家として成長できるよう、最大限の支援を提供しています。Our university is proud of GEP, which is an integrated English education program where students learn reading, writing, listening, and speaking step by step. Other universities rarely try this type of program because they think it's very difficult for students, especially beginners, to attain to a certain level. But our university believes that students can improve as theypolish their English and are constantly exposed to English, they can improve quite quickly with our innovative methods. GEP students can participate in the program for up to 4 years. 釜山カトリック大学の学生が他の大学の生徒に比べて優秀な人材として成長できるのは、カトリック教釜山教区が運営する機関との姉妹関係のパートナーシップがあるからです。釜山カトリック医療院傘下のメリノール病院と釜山聖母病院は、医療保険系列の学生の臨床実習の場となっており、釜山平和放送と釜山カトリックセンターは IT および経営系列の学生の教育を支援し、御春節平和の村と社会奉仕法人ロサリオカリタスは、福祉系列の学生に現場実務が学べる機会を提供しています。このようにカトリック釜山教区の参加機関のみならず、多様な医療機関、企業、外国の大学および機関との交流は、釜山カトリック大学の学生が地域を越えて世界に羽ばたく能力を養成するのに役立っています。釜山カトリック大学は、学業に励むことのできる快適で安らかな勉学の雰囲気を提供するために努力しています。特に他地域の学生のために整えられた192名規模の第一学生寮であるカタリナ館と326名規模の第二学生寮であるカリタス館は釜山カトリック大学の誇りです。また中央図書館は、さまざまな媒体の情報をオフラインとオンラインで同時に提供することで、学生たちの自己主導的な学習を支援しています。また教授学習開発センターでは、学生に提供される教授の学習資料を独自に制作するなど、最大限の学習効率を図っています。안녕하십니까부산카톨릭대학교총장김영규신부입니다50년이넘는역사가하루아침에이루어지는것은아닙니다저희대학은50년이넘는긴시간동안많은시행착오를거치면서우수학생양성을위한
최고의 교육 프로그램을 찾아냈습니다. 그렇기 때문에 저희 부산 가톨릭대학교를 졸업한 동문들은 사회 각계각층에서 능력을 인정받으면서 유능한 전문인으로서 우리 사회를 이끌고 있습니다. 저희 부산 가톨릭대학교는 부산을 넘어 대한민국으로, 대한민국에서도 가장 내실 있는 대학이 되기 위해 노력하겠습니다. 학생 と 親の 신뢰 する 대학, 在学生の 만족도 の 高い 대학. 50년을 超え 新しい 50년에 向かう 대학. 小さいけど 強い 대학. 부산 가톨릭 대학.